はい、どうも、さとちゅんチャンネルです。いつもですね、カップ焼きそばばっかり食ってましたがね、今回は久々じゃない、初めてですね、うどん紹介したいみたいと思います。こちらです。日清どん兵衛ですね、うりかき揚げ天ぷらうどんでございます。これ、実はですね、僕以前、もう一回食べてみました。こちら。ここに書いてありますけどね、たっぷり玉ねぎのど厚いかき揚げ、鬼うまいって書いてあるでしょ。これ、鬼うまい。これ、マジで、鬼うまいっす。おすすめなのでね、ちょっとね、紹介してみようと思いました。もうね、時間経ったんでね、早速ちょっと、開けていきましょう。開封オープン、ドーンとね。はい。もういつものどん兵衛なんですが、ちょっとお出汁の色がいつもと違う黄金色。わかりますかね？結構お出汁の色がね、通常と少しばかし違います。はい。まあね、出汁もまあまあ良いんですが、今回のね、これね、もう何がいいって、もう天ぷらですよ、天ぷら。天ぷらの完成度が半端ない。まあなんかね、よく後乗せサクサクとか言うんですが、もう先乗せデロデロで食います。先のせでろでろぐっしゃーとね、崩した状態で、ちょっといただきたいと思いますね。おお、もうね。ああ、香りがいいですよ。もうすでに。もうすでに。これがカップラーメンのレベルかよってぐらいですね。どん兵衛うまいっすよね。いつも食ってもね。じゃ早速いってみましょう。ちょっとね、ちょっとまずうどんからちょっといただいてみて、いただきますね。ちょっと、シュシュッとね。あちゃ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 。またちょっとうどん早かった。硬 い。 もうちょっと待たなきゃダメだね。もうちょっと待とうか。ねえ、5分経ってなかった俺。早かったね。もうちょっと置きますか。ねえ、これね、私今、クッキーさんも大暴れしてるぐらいですね、後ろの方で。何がポイントかって言ったらね、まずこのかき揚げなんですよ。かき揚げがですね、ちょっとかき揚げちょっと言ってみますね。ちょっとうどん伸びない、もう来ないからね。かき揚げ。かき揚げうまーい！これね、何がいいかってね、さっきちょっと、ここにもね、少し触れてるんですが、このたっぷり玉ねぎね。この玉ねぎの甘みが半端ないんですよ。で、これがカラッと揚がっててね、しなしなーとなった感じで、あとこの出汁とのコンビネーション。あ、出汁もうまいよ。あー、めっちゃうまいです。あ、麺自体はいつものどん兵衛そのままかな。なんかでも太いような気がするんだけど、こんなもん、どうなんだろう。あ、いい感じ。麺はいつものどん兵衛になりました。美味しいですね。まあ何はともあれ、これね、まあ出汁も素晴らしい。出汁の完成度も、出汁もいつもと違うんですよ。ああ、うまい。黄金色の出汁。これ、パネッス。あ、うまー。そして、たっぷり玉ねぎのかき揚げ。これですよ。甘ーい。 すんげーうまーい。たまらんち。いや、いつもはね、焼きそばばっかね、紹介してるんですよ。ね、僕の座右の銘、カップ焼きそばに外れなしと、ね、いうのがありますけど、今回ね、このうどん、もうあんまりにも美味しかったから、ちょっと皆さんにもね、紹介してみたんですよ、特別に今回。あ、たまらん。もうこれね、もう、さっさと撮影やめて、今からじっくり食べたいと思います。このどん兵衛。ね、これ、
鬼かき揚げ天ぷらうどん、これもおすすめですので、ぜひ皆さんも食べてみてください。それでは今からじっくり食べます。バイバイと。